ミレニアムタワーは、大林組とノーマン・フォスターが1990年に打ち出した高さ800メートルの超高層ビルコンセプトモデルである。立地場所は東京湾2キロメートル沖合いを想定している。また、完成時期は2009年頃を想定していた。オフィス、住居、商業、文化施設など、あらゆる施設を備え、就業人口1万7000人。 居住人口2000人の収容スペースを確保している。上高層ビルによる縦型都市とすることで人口過剰による土地不足などに対処している。建物の形状は地震や強風の影響を受けづらくするため構造上安定する円錐型としており、さらに12本の螺旋状の部材を建物の周囲に網の目に配し、空気力学を応用したヘリカル構造としている。 この他に、精神システムも備えられており、災害に強い構造となっている。150階建ての建物は30階ごとに設置されたスカイセンターで区切られ、5つのブロックで構成されている。スカイセンター間は、リニアモーターによる160人乗りの超高速エレベーターで接続されている。また、スカイセンターには、ホテルやレストラン、ショップ、コンサートホール、 スポーツ施設などを配することで街として機能するパブリックスペースとしている。このような巨大な建物を建築するためには公共土工材の使用が不可欠であり、実際に開発した場合、後期は10年、後期は1兆6000億円かかるとされている。ミレニアムタワーは以降もたびたび建築計画の構想が持ち上がっている。イギリスではバルチック海運取引所が建っていた跡地に、 ミレニアムタワーを建てる案が出たものの、その後の進捗は見られなかった。また、香港会場でもミレニアムタワーを作るプロジェクトが立ち上がったが、実際の開発までには至っていない。ありがとうございます。